私陸道講師はエクセルサーガのアニメを B 級アクションにしてもいいことをここに許可します。はあ、見る？この世界は腐っている。聞いてるかね、ハイアット君。はい。地には戦いがあふれ、そこから生まれる死者に貧困、飢餓に人々は、人々は反省も見出さないって、本当に聞いてるかね。もちろんです。敵なき軍事力を強化することのみに執心し、恒久的な平和など夢のまた夢、憎しみばかりに惜しげもなく資金を導入して、相互の理解を完全に放棄している彼らに犠牲者たる資格があるだろうか。いや、ない。この世界に真の統治、そして安定をもたらすのは我がアクロスしか。ハイアット君、どうやら私の話は聞こえぬようだね。いいえ、うん、聞いております。イルパラッツォ様、お続けください。うん、それはそれとして、本日の任務だが、これは行方不明になったエクセル君を探してほしい。エクセルさん、あんなのだ。資金難から絶食4日目を数えて、変な顔で空腹をごまかしている写真だ。現状ではもう少し常識的な顔をしている可能性を考慮しつつ捜索してくれたまえ。はい、イルパラと、おわ、ダメか。うん、エクセル君よりは頼りになりそうだ。皆さん、お元気でしょうか。私は結構大変な状況です。いやー、やはり人と人とは分かり合えないものなのでしょうか。
ちっと不法侵入したぐらいで投獄されるわ、尋問されるわ、黙秘権も弁護士を呼ぶ権利ももらえず、問答無用の24時間耐久拷問大会です。スパイがどうの、秘密がこうのと言ってますが、こんな辺境の小競り合いなど、ビルパラッツォ様にお仕えする私には関係もいいとこです。どうしてそれがわからないのか。あ、もうちょい上。同じように捕まった人も多く、友達もできたのですが、日に日に少なくなってきました。制服の暁にはこりゃ一発国ごと粛清する必要があるのではないかと。ガッテム。ま、そんなこんなでこんなところにあまり長居して、ビルパラッツォ様にご迷惑をおかけしてもあれなので、こうして自主的に機関への道を掘削しているわけです。しかしたまにこういうコメントしづらいものも見つかったりして、明日は我が身となる前にとっとと生還したいと思うものではありますが、うん、お腹が空きました。ダメです、変な顔してもこの消化器官の雄たけびはごまかせません。そういえばメンチはどうなったのでしょうか。こんな時のためのあいつなのに。かわいいなお前は。ほら食うか。慌てなくても逃げはしないって。そういえばこいつなんて名前だ。まだ決めてなかったな。ミッキーなんてのはどうだ。ミッキーか。あいつも犬が好きだったからな。除隊したら故郷のアラバマでペットショップを開くって言ってたな。それがあんな死に方を。くっ、もうよせよ。でもこいつメスだぞ。いいじゃないか。あいつ除隊したら手術して身も心も女になって俺と幸せな生活を。それがあんな死に方を。まあとにかくお前はミッキーだ。何をしとるか貴様ら。イエスさん、ミッキーと倒れておりました。何、こいつがミッキーか。そうであります。さあ。ふん、何度言ったらわかる。あいつはもう死んだ。我々に過去を振り返っている余裕などない。常にこの一瞬の命あるのみなんだ。イエスさん。こんなたるんだ貴様らに特別メニューを与えてやる。今日中に犬小屋を一軒制作だ。遅れたら許さんぞ。イエスさん。フリーダム。動くな。貴様には息をする権利がある。貴様には自由に瞬きする権利がある。貴様には自由に鼻をほじくる権利がある。あら、ここでお祈りしろ。明日の死刑は晴れますようにってな。もっとも雨天強行だがな。おー、ストップ。この環境は美少女ヒロインにはあまりに酷かと。だいたい食事は、あ、一応いるのか。逃した。本日のおすすめメニューが。騒がしいの。ここに他の者が来ようとは、もう20年になるが初めてじゃの。ここは誰？あなたはどこ？私エクセル。わしはかつてここの秘密を暴こうと潜入した者よ。今はしがない鉄仮面じゃがな。ああ。じゃがわしは真実に近寄りすぎてしもうた。お若いの、世の中には知らんでいいことが確かにあるのじゃ。もう遅いがな。イルパラッツォとは。もう、もう眩しいの。その若さが情熱か。ジジイ。ジジイではない、てっちゃんと呼べ。じゃあてっちゃん、ここから脱出する方法はないですか。酷なようだが、ない。
外壁はぬらぬらしとるし、人の通る気配もない。助けは全く期待できんの。そんな、あとはこの膨大な時間をいかにしてエンジョイするかじゃな。まあその気になりゃ結構楽しめるものじゃて。うわから抹消してやる。んなこと言うなよ。ちっとエロ本鍋式に使っただけじゃんか。これはこれでコクが出てきて。うるせえ、もう出る、今出る。貴様らなんか倍の倍の倍だい。倍の倍で倍の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 倍で倍の倍。これは、なんか助けてやれることはあります？あなたは、いや、通りすがりのしがない渡辺だけど。私、はい、近くのアパートに。しゃべらない方がいいんじゃないか。送ってってやるからさ。すいません、私この近くのアパートの204号室に住むことに。近くのアパートって言ったら204号って言ったら隣じゃん。はじめまして、まして、俺隣に住んでる。俺鍋神おめえじゃねえ。ほら、おいミッキー、できたぞ。